2019年3月11日のメッセージ人生を変えるほどの出来事だった先生の的確な判断がなければ自分たちはこうして成人を迎えられなかったかもしれない東日本大震災で大きな被害があった福島に勇気を届けることを目指しみんなでプレーしている いつも支えてくれる福島に恩返しをしたい。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から8年。今、福島では時が止まっていた校舎に子どもたちの歓声が戻り、多くの皆さんが希望を託した植樹祭の苗木はすくすくと成長しています。県内各地には、 美しく雄大な自然や豊かな食を楽しむために、国内外から大勢の方が観光に訪れています。また、スポーツや文化をはじめとしたさまざまな分野で、福島の若者が目覚ましい活躍を遂げています。復興が着実に進む今の福島があるのは、県民の皆さんのひたむきな努力と、 福島を応援いただいている世界中の皆様の温かい励ましの賜物であり心から感謝を申し上げます一方でいまだ避難指示が続く地域もあり最も多くの方が避難されていた時期の4分の1にまで減少したものの現在も4万人を超える県民の皆さんが 避難生活を続けています根深く残る風評と廃炉への長い道のりの中でも進んでいく記憶の風化この相反する状況を伝えていく難しさ時間の経過とともに多様化複雑化する新たな課題私たちはそれぞれの状況を認め合い 協力し支え合いながらさらなるチャレンジを続けこれからも多くの壁を乗り越えていかなければなりません僕は福島の復興や発展のオーカー者ではなく関係者になりたいと思った昨年は全国各地で災害が頻発しました私たちはこれまで 国内外からたくさんの応援や励ましをいただきましたこれからは私たちが少しずつ恩返しをする番です絆やご縁のありがたさを知っている私たちだからこそ被害に遭われた地域に寄り添い力になりたいと思っていますこんな体験をしているのは世界で福島だけ 立ち上がった福島を見せるそういう力強さを持った県になりましょうカツカツとバテイが時をノックするヒバむしゃの勇姿笑顔でこらと見るまもなく新しい時代の幕開けを迎えます避難指示が出されている地域では途切れていた鉄道がつながり 街中に人々の流れが戻りますいよいよ本格指導する福島ロボットテストフィールドを活用して困難な環境の中で活躍できるドローンなど福島だからこそのロボット開発が進められていきますまた企業精神にあふれる若者が集う場作りや高校生ライターが 福島の農家の思いと食材の素晴らしさを伝える活動など、地域の課題に正面から向き合う動きが広がっていきます。復興に向けた私たちの挑戦は、次の時代も続きます。福島県を築いてこられた先人の方々、福島復興に関わってこられた皆様への 感謝と福島プライドを胸に刻み人と人心と心のつながりを大事にしながら次の世代を担う子どもたちを守り育み生まれてよかった住んでよかった来てよかったと思える希望に満ちた豊かな福島の未来を切り開いてまいります。 平成31年3月11日福島県知事、内堀正夫。